先行がクレイ、後攻がモグラ。さあビートチェック入ります。 DJ タスキー。 OK、 先行が MC クレイ、後攻がモグラ。さあ、A、ヒルハチーム VS チームモノノケ、行きましょう、うん、DJ タスキー Ready Fight。 Yeah、はじめまして、モグラ。ここに立ったなら僕がボクサー。ドッグラン見たく走らせるだけだぜ。ペンを走らせ先まで神風。諦めはなしだぜ。まずはビート上立ったならストロング、クソドープなライムを届ける。これはとろけるチョコレート、その程度。このテンションでここを盛り上げよう。えいよ、とろけることなど到底ねえよ。信州信濃の雪道歩ってきたこの街、うん、アンダーグラウンド20日の網の目の先。私は行きたいだけ。ならばお前の体すべて私に埋め込んでくれよ。全部受け止めてやる愛を持って。私は今日お前のことを殺しに来た。愛情一本血を浴びたお前に突っ込んでやるよ。男っていうのは女から生まれた生物だけど、あんたの最強のリスペクトを送ってる。だけど女にできないことがある。男は苦しい時こそ、ギリギリな時こそ笑って生きていられるんだよ。それがまずは俺らの B-Boy の定義。分かってんだろ、ここの全員首振らすだけだぜ。あんたの言葉をしっかりと胸に掲げて、あんたの言葉とアンサー、これがバトルだぜ。ヘイ、バトル分かってる。女だってな、歯食いしばって。女また力、努力のどの字。女の心にまたと書いて、怒りの力を光に変えるんだ。私はイエイよ、0218ジョイント、網の目の先。さっきも言ったけど、言いたいだけ。このコンパチひたすら声、生きる命駆けつけてきただけか。お腹ぬっていや、女のお前がそこを向いちゃダメだぜ。男と女、せっかくなんだからしっかり目を合わせねえとな。まずはバトルだ。俺のことを侮るな。この加速な現場、しっかりとお前のこと首を運ぶだけだ。これはメンバーからセンサー、エンターテイナー、千差万別のこの世界、しっかりとここに届けたい。もののけ、そこどけ、お前なんておのろけ。大丈夫、狂わないこの時計。狂わされる時計よく知ってる。チクタクのリズムにみんな支配されてる。いた仕方ない、だがしかし、でもだけどその先に行きたい。私はね、でもね、この両手開かない時に希望をつかみ取ることができない時もあるんだよ。だけどそれでも我が子背中にある命一つで、命守るためにへその緒の先に行く。終了、拍手お願いします。さあそれではジャッジいきましょう。先攻が MC クレイ、後攻がモグラ。レスポンス返してください。先攻 MC クレイ、高校モグラ、勝者 MC クレイ。さあ勝ち抜き戦です。さあチームモノノケ中堅 MC フロック、さあじゃんけんで先行後攻決めましょう。高校先行が MC フロック、高校が MC クレイ。さあビート変わります。ビートチェック、先行が MC フロー、後攻が MC クレイ。さあ行きましょう、 DJ モトイ Ready Fight。 これは罵倒だが言い合いだが、人間一対一の勝負だろうが、超ドープとか関係なく、音楽一対一の勝負だろうが。音の中にさまよった瞬間、お客さん揺らしたその瞬間、自分のその先が見え出したぜ。チームもののけ、優勝を届けだせ。お届けからここもののけ、俺はそこどけからまたここに来てるぜ。お前の話のアクセント、大丈夫フロックはアクセントビーツに落とした止まらねえ。物先矛先ならば止めている。ノーバイブスノーライフ、間違いねえ。公衆の面前で恥かいてる、公衆の面前で恥かいてる。どっちが言ってんだよ、その口アクセントじゃなくて抽選者のように、お前を洗いざらい流してやる。ステージ上で何しようと、自分は男女関係ねえって言われたって、お前はその言葉出した時点で負け決定なんだぜ。ちげえよ、ちげえんだ、男女関係じゃねえ、差別じゃねえ、区別、男と女なんだよ。それはまずは大前提の話。そうしないとダメ、お客さんたちの首を振らせなきゃいけねえ。女ができないことは男がやる、男ができないことは女がやる、そういうことだろ。そこの分別がなければヒップホップ、そして人間、まずは人間の一味を感じろよ。
一味を感じたところで一味またスパイスが効いてねえ話わらびじゃなく花火のようにトカンと上げていくぜ打ち上げ花火のように頭の中で何を考えるかだったらビートの中で男女区別じゃねえんだろ対等だったらちゃんと勝負してけよ、yeah. Yeah. だからさっき俺はモグラと真正面でぶつかったんだろフロックお前が女でも関係ねえこのブロックまるでこれが打ち上げ花火おいフロックさっきからお前口だけわなび聞きたくなるぜお前の言葉頑固しっかりと入っている舐めちゃあかんぞ毒素を出せ勝利は僕のだぜフロックお前は負けて食後のパフェだよ終了さあジャッジいきたいと思います先攻が MC フロック後攻が MC クレイどちらかにレスポンス返してください先攻 MC フロック後攻 MC クレイ手挙げてもらっていいですかすいません手もお願いします先攻 MC フロック後攻 MC クレイうわぁ誰だ今言ったのいいタイミングでめちゃめちゃ今決めようと思った瞬間にちょっとお二人お力借りていいですかお二人お力借りていいですか2回言ったけど OK 上のサインみたいになっちゃったじゃあちょっとああ延長のいいじゃあ延長です延長です、hey. yeah, yeah. 延長のいいなのね失礼しました上のサインから待っちゃうさあそれでは、延長戦です先攻後攻入れ替わりますビートチェンジヘイ先攻が MC クレイ後攻が MC フロック延長戦です DJ タスキーレディーファイ俺はステージ立って男女平等とか言ってるやつにクソ食らえってしっかりと言ってやるよお前らは女だし俺らは男できないことがあるだけどお客さんにそれをしっかりと心がけるまずは教えないとダメだぜバースキックした後にお前の胸元まで刺さるような言葉を出すまずはピンポイント一歩リードした瞬間に俺がマイクフォンで一発センターヒットだよワンバース目で泣いてるようじゃお前の言葉何も響いてねえそしてワンバース目食らわなかったら次のバースでも食らうわけがねえそしてまた会場中盛り上げることがまた大前提それを当たり前に大東京 OSK からかますことをしてる、hey. そこが男と女の違いなのかもしれねえ女はすぐ諦めちゃうのかな大丈夫ヒップホップってもう野球サッカー大丈夫ロスタイムを考えろ最後の最後まで試合の状況が分かんねえんだよバカまずは教えねえとダメだぜそうしねえとダメ俺は絶対に諦めねえ最初に言っただろこっちは神風完全に特攻スタイルだよ相手が誰とか関係ねえんだよ言葉を聞け、yeah. 神風自分も片道燃料そしてお前の言葉一切響いてねえから言ってんだろうが分かってんのかどれが罵倒のやり方か分からねえが自分のやり方だったら Keep my style お客さんまでどこまで届いていけるかそして土俵上お前が目が揺らいだ瞬間に負けが決定してんだよ分かった分かっただけどそうしないとお客さんは延長になんねえだろ少しでも轟いてんだよまずは客量より質そして人数じゃねえヒップホップあいつらの頭を揺らすのが俺らの仕事なんだよいやここで立った土俵上このど根性を見せるフロークお前はカエルだな俺はヒロシどっか行けそういう感覚ねフリースタイルまるで記者会見させるような感じその辺ですぐ泣いてる、hey.だから言っただろワンバース目かませなかったらスリーバース目も終わってんだよ、yeah、それが証拠にここまた土俵上でど根性帰る名前出した時点で負けてんだよそれが当たり前になってるノーバイブスノーライフ06エリアからまたエリアからエリアじゃないぜここは東京だちゃんと地をまた足を蹴ってソウル減らす終了さあおいいですよ拍手してください自主的に行きましょうさあ先攻クレイ後攻がフロークレスポンス開始ください先攻 MC クレイ後攻 MC フローク勝者フロークフロークはそのまま残ってくださいさあキルハックチーム中堅 D クローさあじゃんけんで先攻後攻決めましょう先攻が MC フロック後攻が D クローいいいいさあビートチェック入ります DJ モトイオッケーですさあ行きましょう先攻が MC フロック後攻が D クロー DJ モトイレディーファイト
ね BHOB 音に乗り出したら止まらない。そしてまるでイエローモンキーのようにジャパニーズヒップホップレペゼンしてる。ラップしてるところがどこか漫画関係ないから驚か、じゃなく踊る前に言葉をかまそうか、ちゃんとしたバスを吐いてくれよ、yeah、音の前に言葉をはますんじゃなくて言葉の前に音が鳴るんだろうが、これが俺のやり方でしょ、これが俺のラップでしょ、ラップさ待てるだけだろ、yeah、お前は疑い自分のスキル羨まれ、俺も羨め、わかるだろ、この翼で羽ばたくだけさ飛ぶぞみんな捕まれ、yeah、捕まった瞬間にお前のスキル羨ましくもなんともね、自分のスタイルを提示する音楽だろ、それがヒップホップ HIP HOP 乗り出したら Don't stop 止まらない、止まった瞬間にまた活動休止とかそんな頭は絶対にいらない、yeah、 HIP HOP どこ大丈夫、俺いつだって平常心わかってるでしょ、だからお前の目をしっかり止めてやってんでしょ、さっきのやつとは違え、これが3 on 3かましていくだけ、俺のビート上にあのセルだけ D クロー、今日もやべえだろって言わせるためにステージ立てんだろ、自分でやべえって言うやつほど全然やべえやつがいない現状、やめてくれそれが現状になる前、空耳アワードになっちゃうぜ、そしてまたパレードのようにお客さん盛り上げちゃう、そしてまた届くような言葉と音で響かせる、ね、自分がやべえと思ってなきゃダメっしょ、お前はじゃあ何持ってんの、それじゃなきゃステージ立てねえだろバカ野郎、これからこれで飯食ってくんだろ、俺もお前のマジだろ、だからこそ自分に誇り持ったものじゃないと誇りに誇りがつく、 What the fuck yeah? 終了。さあじゃあチャーリーます、先行が MC フロッグ、後攻が D クロー、レスポンス返してください、先行 MC フロッグ、後攻 D クロー、勝者 D クロー、あ、いいですね、実績でさあ、好きに楽しんでください、いきましょう、チームもの毛大将椿キルアチーム D クロー、さあ、ビートが変わります、OK、じゃあ先行後攻じゃんけんでいきます、先行椿、後攻 D クロ、さあいきます、 DJ タツキ、 Ready! Fight! いやいや、何が誇りに誇りがつくだ、てめえはまるでダストみてえな言葉ばっか吐きやがって、吹いたら飛んじまうんだろ、それが中身だ、内面の勝負だ、まずは発育させろ、Yeah、ストリート、お前のメガネの奥、その目が自信のなさで揺れてるのが私には見えてる、いつでもそう美化できないところ、幻想なんかじゃない、叩きつける現実よ、Yeah、 俺もしっかりと決める、陪審陪審はいねえけど、お前なんだよ占い師か、俺の目の奥で心の中が通る、それだったら音楽でもっと上に行けてんだろ、お前は足りねえからこそ出してく言葉の音、俺はこの音に乗せるだけで乗れてないでしょ、大事でしょもっとハイでしょ、ダイジェストに乗ることよりも誰かの記憶に残るラップ、これが D クロー、 Yeah、 ほらもうとっくに私の土俵に乗ってきたよな、さっきのワンバース目はよ、お前はスキルを自分で見せびらかしてひけらかすようなスタイル、それが取り柄なんじゃないの、いやでもさ言葉の厚みとかで私と勝負したいと思ったら、お前のバックボーン背骨、その中そして流れる血管、その裏側からスカート叩き直してきやがれ、いや男だろ、お前の上に乗ってやるよ、お前の土俵に乗ってんだよ、それ分かってねえのかよ、ははフローなんかなくたってお前に言葉刺さる、これが俺のやり方、いつか分かる、俺はかますこのステージ上、身長もスキルもお前より上だ、スキル尽きる言葉いつも切るさせていくだけだ、お前は知る俺のヤバさ半端ないってこと覚えて帰れ、身長の低い日本人の誇り、つまりは根性そして志だから、刀よりも強い言葉で突き刺し、お前の切っ先さっきから瞑想してんぞ、ふざけんなよいつもそう、誰かが汚していくこのステージ上、だから今日は浄化作業必要みたいだぜ、どうなるの、あなたの後ろにいる奴らとの方がやりてえ、 Yeah、 俺はお前と違ってステージを横にため、 Yeah、 俺がしっかりと吹いてやるこの言葉でわかるでしょ、俺は男だぜ、 Yeah、 俺も志持ってる、負けた時やったよ男泣き、わかるでしょ志持って一人だ旅立ち、だから俺のアーチ、街と街をアーチしながら B ボーイの街作るだけでしょ、これが俺のスタンス、曲げねえのお前にぶつかる、終了。さあ全然遠慮しないで、もうバンバン手痛いぐらい叩いちゃっていいんでね、よろしくお願いします、さあそれではジャッジあります、先行が椿、
高校がディークロ、レスポンス返してください。先行椿、高校ディークロ、勝者ディークロ、新もののけ椿、 MC フロッグ、そしてモグラにでっかい拍手お願いします。